古くから伝わる刀や鎧など武術に関するものを集めた侍チャンバラ博覧会が今日から青森市の県立郷土館で開かれまして、展示された刀の傷がついた木刀などが訪れた人たちの興味を引いていました。侍チャンバラ博覧会には武士や武術家が使っていた刀や槍などの武具のほか、剣術や剣道の変遷をたどる資料などおよそ560点が展示されています。この無数の刀傷がある木刀は弘前藩の剣豪が刀を持った相手と戦ったとされるもので、激しい実戦の跡を残しています。今日は戦国時代の剣聖と言われた塚原木伝を開祖とする木伝流の師範小山秀弘さんたちが木刀で刀の演武を行い、訪れた人たちから大きな拍手が沸き起こっていました。この侍チャンバラ博覧会は5月6日まで県立郷土館で開かれています。